赤城山の裾野、5年間にわたって掘り続けてきた源次郎の井戸跡、まるで我々を誘うかのようなトンネル群を追いかけ、広く深く掘り下げたが、結局黄金を見つけ出すことはできなかった。しかし黄金が埋蔵されたのはこの場所だけではないのではないかという思いが常にあった。その思いを解く鍵が、代々110年以上にわたって埋蔵金を捜索してきた水野家の資料にあった。初代友吉の上申書などから黄金の埋蔵場所をもう一度検証してみた。明治8年12月10日、横浜住吉町に水野友吉をはじめとする4人の士族が集まった。ここで初めて徳川埋蔵金に関する話が持ち出された。幕末、江戸城から密かに持ち出された莫大な黄金はどこにあるのか、4人はその行方を探すことになった。まず彼らが目星をつけたのは榛名山であった。榛名山中腹の伊香保を中心にくまなく歩き回り、情報を収集した。そしてこれぞと思う場所何か所かを試しに発掘してみた。だがどこを掘っても良い結果は得られなかった。やがて10年の月日が流れ、4人の資金は底をつき、1人また1人と脱落、計画は半ばにして挫折した。そして明治19年、1人残った友吉は東京の家屋敷を売り払い、人生を埋蔵金発掘にかける決意をし、再び調査を開始した。同年11月、友吉はついに埋蔵金の鍵を握ると噂される人物に出会う。その男は旧前橋藩の足軽児玉宗兵衛なる老人であった。なんとか埋蔵金の在りかを聞き出そうとする友吉であったが、男の口は固かった。友吉は上申書にその時のことをこう書き記している。児玉宗兵衛によって上野の国8カ所に埋蔵金があることを確認した。上野の国8カ所のうち、友吉が埋蔵金の存在に確信を持ったのは赤城山であった。やがて赤城山の裾野に移り住んだ友吉は、来る日も来る日も情報を収集、そしてついに源次郎の井戸の存在を知る。慶応2年におよそ1年間その井戸の周りで何らかの工事が行われていたという。それを知った友吉は井戸周辺で本格的な発掘を開始した。その様子を伺っていた児玉宗兵衛から友吉はやがて巻物を授かることになった。それこそ謎文によって埋蔵金の在りかを示すといわれる大義兵法の秘図書であった。そしてこの巻物を書いた児玉宗兵衛は黄金埋蔵の実行者といわれる林閣僚の門弟と記されていた。上州8カ所に分けて埋蔵されたと友吉は聞いていた。しかもそれを漏らした人物が林閣僚の門弟、この閣僚から8カ所は浮かんでくるのか。東京赤坂の朝鮮寺に林閣僚は眠っている。閣僚は江戸末期の名高い儒学者だったが、肖像が一枚なく謎の人物とされてきた。少ない資料しかない閣僚だが、その一つに興味深い記述があった。鉱山奉行として山形県の砂丘銅山に赴任し、大きな功績を挙げていたのである。まさに穴掘りのプロであった。さらに武蔵の生まれと言われていた閣僚は、実は群馬出身であることも判明した。故郷の萩原村、今の萩原町京ヶ島は赤城山を間近に望む場所にある。上州一帯に地の利があったのである。さらに我々は前橋市立図書館で極めて貴重な記述を発見した。大正から昭和にかけて出版された上毛及び上毛人に、目的は定かではないが閣僚が維新後前橋に来ていたと記されていたのである。閣僚は確かに上州に足跡を記していた。
限定できると思うんですね。で、まあ、陰で動いた閣僚とは対照的に、小栗光介之助は各地にいくつもの伝説を残した。その小栗の足取りも再検証してみた。御用金埋蔵計画に最も重要な役割を果たしたといわれる小栗光介之助。18歳で初めて江戸城に途上した小栗はトントン拍子で出世。34歳の時には日本初の憲兵施設の一員としてアメリカに渡り、日米修好通商条約調印に大きな役割を果たした。この時大統領とも謁見、欧米の進んだ技術も見て回った。帰国後小栗は次々と幕府の要職を歴任し、勘定奉行として経済的な行政改革も断行した。だが時すでに遅く、幕府は衰退の一途をたどっていた。最後の将軍慶喜の面前で開かれた大会議で、小栗は最後まで戦い抜くことを直訴するが、その場で職を解かれた。小栗は江戸を後にし、領地の上州権田村へと帰った。一方、江戸城の無血会場で御金蔵に小判一枚ないのを知った官軍は直ちに小栗の後を追った。権田村で官軍に捕まり、御用金の行方を問い詰められた小栗だったが、一切口を閉ざした。小栗は官軍に処刑されこの世を去った。そして後に伝説だけが残った。こうして過去の調査をもう一度検証し直し、5年間にわたって取りだめてきた VTR も再度チェックした。これらのデータをコンピュータで分析し、最も可能性の高い上州8カ所を割り出すことに我々は全力を注いだ。そしてついに結論が出た。その報告書を持って我々は糸井氏の事務所を訪ねた。それなりの材料がなければ一度埋蔵金から手を引いた糸井氏の心は動かない。一番最初に埋蔵金を探したのがやっぱり考えてみると官軍じゃないかと。だからその時の官軍の動きっていうのはある程度はっきりしてるんで、それを追っていけば、まあ、そこの先にあるものっていうのはなんか見えてくるんじゃないかっていうことで調べてみたんですよ。我々が限定した上州8カ所の中からさらに可能性の高い場所を絞り込んでいった。触ってなくって丸が多いのは練り月夜ですよね。御殿の御間、なんか堀ちゃんの思う壺だな。こことここに丸をつけたくなるわけですよね。こういやまずいな、僕の人生設計が。8カ所中3カ所がどうしても捨てがたい場所だという結論に達した。今回糸井氏にはアドバイザー的な形での参加を承諾してもらった。新たなる挑戦が始まった。上州8カ所中でも最も注目されるのが昭和村強弱墓である。代々埋蔵金の言い伝えが残る強弱墓、それを確かめるための発掘準備が着々と進んでいた。土地の所有者松井和美氏も今回の発掘に期待を寄せている。いよいよ発掘が開始されるその日、一度解散した発掘プロジェクトの主要メンバーが長尺墓に集合した。寒い？寒いです。赤城ももう山頂雪が降ってました、ね、そう。気が楽だな、こうやって堀ちゃんの言う通りに動いてるのって糸井氏は今回あくまでオブザーバーという形でその成り行きを客観的に見守りたいという。本当にちゃんとした金属反応が。昭和村糸井って書いてある。やだな。へー、来てるよ。現場を初めて目にする糸井氏、ここから我を忘れてのめり込むようなものが出てくるのか。赤城山の工事責任者望月会長も駆けつけた。庄司持ちさん髪伸びましたね。あのね、
常識のある判断でやってるんですよ。あ、そうですか。いろいろ世の中の生き方で。どうも。いやいや、お世話にならず。お世話にならず。今回、長尺墓の工事を請け負ってくれるのは、篠田建設の篠田稔氏である。場所は、ほら。役者は揃った。あとは、伝説の黄金を求めて、掘り下げていくだけである。この母屋の下に、我々の求めるものが静かに眠っていた。